おわら風の盆、おわら風の盆、おわら風の盆、おわら風の盆は、富山県富山市八地区で、毎年9月1日から3日にかけて行われている、富山県を代表する、祭り、行事である。越中おわら節の挨拶感に満ちた旋律に乗って、坂が多い町の道筋で無言の踊り手たちが、洗練された踊りを披露する。あやかで優雅な女踊り、勇壮な男踊り、 愛鳥のある音色を奏でる呼吸の調べなどが、来訪者を魅了する。おわら風の盆が行われる3日間、合計25万人前後の見物客が矢を訪れ、町は大変な賑わいを見せる。2006年、平成18年に、と、山の文化財百選、と、山の祭り百選部門に選定されている。おわらの起源は、江戸時代の原独期に遡ると伝えられている。 越中姉軍士。それによると、町外に流出していた、町立てお墨付き文章を町衆が取り戻したことを、喜び、三日三番踊り明かしたことに由来するのだという。風の盆の名称の由来については、風鎮祭からとも、お盆行事からとも言われるが、はっきりとしたことはわからない。風の盆の行事を行っているのは、東町、西町、今町、上新町、 鏡町、下、新町、諏訪町、西新町、東、新町、天馬町の10の旧町内とそれらの旧町内外から移り住んだ人たちからなる福島の計1団体である。これらの11団体の代表者によって構成される富山県民用越中や大原保存会がある。百二十九年、昭和四年八月、越中や大民大原保存会が設立され、 初代会長には資材を投げ打ち、大原の保存育成に力を注いだ東町の医師で、大原中高の祖と呼ばれる、川崎順次であった。この大原保存会を、本部、11団体を、支部と称しているが、両者の間に、上位下達の指揮命令系統があるわけではなく、風の盆の行事については、各支部が、自主的に行っている。なお、風の盆で今町にある、 文廟寺境内で踊っているのは、文廟寺風の盆工獣、越中八尾藁道場の人たちであるとされる。2013年、平成25年には、八尾高校郷土芸能部がお藁風の盆に初めて参加し、越中八尾駅前、特設ステージや東町のフラット館で舞台演技を披露したほか、街中で町流しを行いバレ舞台を務めた。道部は、 地元の伝統芸能であるおわら節を習得し、継承することを目的に活動しており、以前より小原ら保存会から三味線、呼吸、歌、踊りの指導を受けていたが、上達のためには目標になるものが必要と、指導者からの提案を保存会が了承し、風の盆への参加が認められ、現在も参加している。富山県任意越中やおわら保存会の伝承に対してことを唱え、 別の伝承を行う団体である、越中八尾原道場が存在する。越中八尾原道場は1985年に設立された。結成当初は、越中尾原保存研修道場という名称であったが、1989年に現在の名称に変更している。その設立理由として、第三代会長である余震は以下のように語っている。 おわ風の盆のスケジュールを一家に上げる。なお、開催期間中は、市内に交通規制が敷かれ、旧町内の各地区で車の乗り入れが禁止される。また、雨天の場合は、一切の行事が中止、休止となる。踊りが始まるとその周辺はトイレに行けないほどの、人混みのため移動制限が行われることもある。また、すりに合う可能性もあるので貴重品は、バッグの中に入れた方が良い。 前夜、祭り並びに、本祭の公式スケジュール期間内は、踊りで、地方は、それぞれ、各町内で決められた衣装であるが、それ以降は、地方の多くが、各自思い思いの着流しに着替え、草履も履き替え、町流しに出る。また、OG などが踊りに加わる。詳細は、越中を荒ぶしの子、衣装を参照。本祭前の8月20日から30日まで11日間に、 渡り前夜祭りが行われる。なお、三十一日は本祭前の休みである。前夜祭りの期間中は十八時三十分から二十時まで、八尾会公会館、引山展示館で、風の盆の上映会、踊り方教室、踊りの鑑賞会が行われる、有料。その後、毎夜十一町、支部が交代で二十時より次長内にて、 街流しと和踊りまた舞台踊りを二十二時まで行っている。和踊りには一般観光客も輪に入り踊ることができる。また、土曜、日曜日は混雑緩和のために超開催となっており、その担当日の順番は年により異なる。前夜、祭り期間中の最終日曜日には十三時から十六時まで、大原らの土地ン大会が行われる。本祭初日と二日目は十五時から、 各町、支部で、町流し、和踊りが始まる。公式スケジュールでは二十三時までとされているが、見物客の多くが引き上げてからも、明け方まで、地方と踊り手たちが休憩を挟みながら、おわらを続けている。なお、十七時から十九時までは、夕食のため踊りは休止となる。また上新町では夜に、対人踊り会場として、一般観光客も和に加わり大きな和が切るほか、 各町の公民館前、町の知事時などでは踊りを行うことがあるが、一般観光客も輪に入り踊ることができる場合も、ある。19時から20時35分頃まで、八尾小学校グラウンドに特設される演舞場で、共演会が行われ、有料、各町、支部内の優美な大原を鑑賞することができる。なお2006年、平成18年は1日に、東町、町、 鏡町、西新町、天馬町、二日に、福島、今町、上新町、下、新町、西町、東新町の順で演舞が行われた。また、八お観光会館、引山展示館でも、各町内の演舞を鑑賞できるほか、有料、期間中何箇所か設けられる特設ステージや、各町の公民館前などでも、演舞を見ることができる。最終日となる、この日は、 19時から、各町、支部での街流し、和踊りが始まる、15時から19時は踊っていない。1日、2日、同様、八尾小学校グーランド、八尾観光会館、引山展示館のほか、何カ所か設けられる特設ステージや、各町の公民館前などでも、演舞を見ることができるほか、上新町での大輪踊り、各町の公民館前、町の知実時などでも和踊りが行われる。 3日目の八尾小学校グラウンドでの演舞会は2017年、平成29年に初めて行われたもので、これまで2日間で、それぞれ5町、または6町と分かれて出演していたが、3日間に増やし、初めて出演する八尾高校郷土芸能部を含め、1日、あたり4町、4組が担当し出演した。これにより、演舞会の時間が短縮すること、街中で踊る町内が増え、 観光客が街中での街流しや和踊りに触れる機会が多くなった。また、この日も公式スケジュールは23時までとされているが、風の盆の終わりを惜しむかのように各町の地方と踊り手たちは4日の明け方まで休憩を挟みながら、おわらを続ける。JR 越中八尾駅に最も近い福島支部の踊り手たちは、毎年四日、早朝、越中八尾駅ホームにて、 富山駅行き、井の谷駅行き始発列車の乗客をおわらで見送る、見送りおわらを行っている。富山駅、八尾間の定期バス、富山地方鉄道があり、夜間は臨時便が出る。また、富山駅やホテルなどよりタクシーで向かう方法もある。風の分解場では臨時のタクシー乗降車場が3カ所ほど設けられる。車での来訪に際しては事前に駐車場位置を、 確認しておくことが望ましい。旧八王朝中心部には観光客用の駐車スペースがほとんどなく、町民広場は観光バス専用となっており、祭りの行われる時間帯は一切の車の通行が禁止されるため、本祭の期間には祭りの行われる中心部から数キロメートル離れたところに臨時駐車場が2カ所ほど設けられ、そこからシャトルバスが運行される。 例年、案内表示を無視して中心部まで乗り入れ、交通規制が始まって立ち往生する観光客の車が多く見られる。また、不思議港に停泊するクルーズ船のツアーに参加する方法もある。八尾地域の中心部の宿泊施設は小規模なビジネスホテルや旅館が数軒しかない。祭りの間のみ、臨時営業する民宿や、中心地上新町まで徒歩五分から六分に位置する。 会員制ホテルを合わせても1000人来しか宿泊できず、そのため観光客の大部分は富山市中心部のホテルや県東部のうなずき温泉、県西部の高岡市、都並市中心部のホテルや昭川温泉、遠くは金沢市や高山市等県外で宿泊する形になざるを得ない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。